じゃこんにちは、ゆたかさん。はいよ。明日、はいはい、韓国戦です。韓国戦、はい、まあ準決勝ね、韓国戦、はい、明日19時から、はい、ね、いよいよ、いよいよですね。まあメダルをかけた一戦、うん、まあ金メダルをかけた一戦と言ってもいいぐらいの、はい、まあ、戦いにはなると思うんだけども、はい、その、まあ、韓国戦を前に、前にゆたかのミーティング、はいはい、をやっていきたいと思います、はい、ね、では早速、はい、今日は5つの項目、はい、ね、まず最初に洞察力、はい、これどういうことかというと、うん、まあ、あのアメリカ戦でね、はい、マー君が一回りしてから打たれたんだよ。うん、その打たれ方っていうのがやっぱ初回立ち上がりから変化球が多くて、はい、それを完全に一回りしてから狙われたよね。うん、そこで変わり身ができなかったっていうことがすごい失点につながったと思うんだよ。はい、でそういうことっていうのはやっぱこう試合をやるごとに日本のデータっていうのは取られてるんだよね。うん、だから山本のデータ明日、あ、おそらく山本だと思うけども、はい、結構取ってると思うんだよ。うん、一回りがどうで二回り目がどうかっていう。だからやっぱバッテリー特にキャッチャーがそれを感じながら、はい、やっぱ変化をもたらしていかないと、うん、山本でも打たれる可能性があるということね。うん、まあ山本は絶大なる信頼を受けるピッチャーだから、はい、まあ、ないとは思うけど、はい、まあ、だけどやっぱり用心に越したことはない、うん、洞察力、はい、こういうことをすごくこう考えておいてほしいなと思うよね。うん、どういうバッターが反応しどういう球を狙ってるかということ、そこにはまっていかないようにしなければいけないということね。はい、だから昨日でもあのアメリカ戦でね、はい、マー君が逆にまっすぐ主体にしたとしたら、うん、俺アメリカっていうのは手こずったと思うんだよ。うん、でそのぐらいやっぱり配球っていうのは大事になってくるし、だからここら辺洞察力っていうのをやっぱ研ぎ澄ましてちょっとやっててほしいなっていうことがある。はい、はい、で2つ目、はい、意表をつかれない。意表をつくじゃなくて疲れないんですね。疲れない、はい、ということは韓国のチームって大体オーソドックスに野球を進めてくるのね。うん、で送りバントとか早い回にはない、うん、だからメジャー式の野球をやってくるんだけども、はい、やっぱりいつ何時ポーンと仕掛けてくる可能性があるから、それにはあもう何もしてこないなっていうことよりも何か常にしてくるということをやっぱ念頭に守っててほしいっていうことだよ。うん、はい、だから昨日でもアメリカチームがね、うん、あまり何もしてこなかったけどもさ、韓国戦ではバントを見せたりだとか、うん、まあこれはアメリカのチームだけど、はい、したんだよね。だからまあ逆に言えば韓国もそういう意表をついてくるプレーっていうのはやっぱ持ってるはずなんだよ。はい、でイスラエル戦かな、はい、5番バッターの打ってる人が、はい、韓国でね、うん、セーフティーバントの構えしたんだよ。うん、だからこういうこともやっぱり意識の中には韓国の選手の中に持ってる選手が多いということ、実際にやってこなくても後半勝負どころではやってくる可能性があるということなんで、はい、ちょっと気をつけておいてほしいなっていうこと。はい、はい、で3つ目、はい、強引な走塁に注意。うん、これもね結構強引に走るというのは完全にホームアウトだろうなと思っててもサードコーチャーが回したりとかしてるしね。うん、だから、まあ、例えば自分たちの意識の中で、まあ、長打を打たれた時カットマンに入る、うん、あこの打球だったらもうツーベースだなとか、あこの当たりだったらホームには絶対行かないなっていうふうに思っても強引に回してくるケースがあるから、うん、やっぱ常にアンテナ張ってなきゃダメだということ。だからまあここもこれに類似するけどもさ、ね、うんうん、意表をつかれないということ、はい、だから結構強引にイスラエル戦でも、まあ、相手が弱いから回したのかもわからないけども、でもここら辺は頭に入れておくということ。それと日本のチームで一つあのアメリカ戦でミスがあったのは村上がカットマン、うんうんうん、ありましたね、守備がちょっと、そうそうそう、ランナー一塁から長打を打たれて、はいはい、一塁ランナーチョークホームインの時にバッターランナーがサードまで走っちゃったんだよね。はい、うん、これはサードベースがガラ空きになっちゃったの。うん、それは村上があのカット前に入っちゃったのよ。はい、
ね、ここはダブルカットでさ3枚カットになってたからここが、だからそういうことがないように、はい、ベースカバーは絶対開けないということ、ベースを開けないということ、はい、強引に走ってくるあのチームに関してはね、だからここら辺もちょっと強引な走塁にやっぱ注意をし、強引な走塁っていうのは 時としてミスが起こる可能性があるから、はい、でも頭に入れとけば日本のあのぐらいのレベルの人間だったらミスしないから、はい、だから、注意してほしいということ。逆を言うと、うん、そういった強引な走塁などがあるということは、うん、逆にチャンスを潰せるというか、そう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 、逆転取ればこちらに有利に働くということですよね。だからそういうことが起きれば、うん、逆にこっちに流れが来るから、うんうんうん、だからそこら辺で言えばよ、こっちにミスが出てしまうと相手が乗ってしまうっていうことだから、ね、はい、ね、ちょっと気をつけてほしいということね、はい、で4つ目、はい、先手必勝、うん、これは必須、はい、これなぜかというと相手が韓国ということは、韓国ってやっぱ国民性でやっぱ乗りやすい、うん、でイケイケになってくる、まあ、そういうことを防ぐためにも、うん、やっぱ先手必勝を考える、先に失点しない、先に点を取るということ、ということは昨日のアメリカ戦 1,2 回にチャンスを作ったように、まあチャンスを作ったけど得点できなかった、はい、そういうことがないように1点でもいいからリードしていく、うん、そういうことによって相手の焦りが出てくるから、はい、だから先手必勝は必須、はい、必須ですね、必須ね、だからあの先手必勝、まあ山本だから先に点を失点するっていうことは俺はないっていうふうに信じてるけど、うん、でもやっぱ先に点をどうしても取ってあげるという、だからバントの重要性とか言ったけども、はい、やっぱそういうことも含めて先手を取った時に、先手を取ってからはそういう細かいことは考えなくてもいいけど、うんうんうん、やっぱ先手を取るまではやっぱ大事にいってほしいなと思うよね。なるほど、はい、はい、で5つ目、まうん、やっぱりね、韓国って勢いが出だすととてつもない力が出てくる、はい、で流れってよく、うん、勝負の時に言うけども、はい、流れを掴んだ時のやっぱ爆発力っていうのは韓国は持ってる、うん、ということはその流れを止めるには間しかないんだよね。なるほど、それはあれですか、向こうがこう勢いに乗りそうな時とか、うん、乗ってからじゃ遅いからな、ね、こちらにちょっとピンチがある時などに有効に使うということですか。時間を使うということ、うん、間を使うということ、うん、だからベンチからコーチが出てくる、うん、まあこういう展開になってもらったら困るんだけど、はい、コーチがまあ回数は決められてても、はい、やっぱここって言った時にやっぱ出てってほしいし、タイミングです、ね、でおそらく甲斐がマスクかぶると思うけども、はい、やっぱあちょっとあれだなと思ったらマウンドに行ったりだとか、うん、はい、まあ、内野手の人間でも、うん、パッと間を取りに行くとか、うん、この間を大切に戦ってほしいなと思う、うん、調子に乗ったら本当手がつけられないからこのチームは、韓国は、韓国は勢いあるから、はい、ね、みんなで行けっていう、なんかこう、まあ、国民性なのかもわからないけどもそういうことがあるから、はい、ちょっとやっぱこの間を気にしてね、あの戦ってほしいなっていうふうに思う、うんうんうん、なるほど、うん、はい、だからもう絶対勝つ、はい、ね、猫ちゃんも言ってます、はい、ね、絶対勝つ、でもね俺はね、ひいき目じゃなくてフラットに見ても負ける相手では絶対ない、うんうん、だからこういうことをこう注意して戦うと負ける相手ではない、はい、ちょっとこう順当に戦っていれば、うん、まあ、勝てるんじゃないかなっていう、絶対勝てる、はい、相手ですね。それで、うん、で、その中で、はい、やっぱ注意してほしいのは、はい、こういう人たち、はい、ね、要注意人物、要注意選手ですね、うん、カン・ペクホ、はい、DH におそらく入ってくると思うんだけども、うんうん、村上世代なんだよ。あ、なるほど、でね、若い、うん、思い切りがいい、うん、で、パワーもある、だからまあ、ちょっと要注意だよね、はい、で、チームの中心ってヤン・ウィジ、はい、キャッチャー、はい、あのね、バッティングもいい、うん、で、やっぱりリード面もおそらくいいと思う、はい、で、おそらく韓国のチームの中心になってくるキャッチャーのね、はい、この人間が、はい、潰すにはやっぱりこう盗塁仕掛けるとか、うん、キャッチャーの嫌がることをどんどんやらなきゃいけない、なるほど、
そしたらやっぱこうバランスが崩れてくるかなと思うんだけども、うん、だけどまあまあこのキャッチャーには要注意ということね、はい、うんうんうん、でインジョンフ、はい、外野手、はい、で足が速い外野手です、うん、はい、非常に足が速く野球選手に、ね、野球センスが非常に長けてる、うん、ね、なるほど。俺の記憶が正しければこの人はイ・ジョンボムの息子だと思うんだよね。そうですか。中日に来た、はい、イ・ジョンボムっていう素晴らしい選手がいるんだけど、はい、なんかその選手の息子じゃなかったかなと思うんだよね。うーん、はい、でキム・ヒョンス、はい、このバッターはいいバッターだわ。うーん、やっぱパワーもありリズムの個性、はい、非常にバッティングは要注意人物だね。うーん、だからちょっとこの4人はちょっと気をつけてほしいなって思う、はい、特にこのキャッチャーをこうみんなで潰しにかかる、はい、キャッチャーが中心なので、そう、はい、ね、だからまあこの人間にちょっと注目、キャッチャーに注目しておいてほしいなっていうのと、で投手陣は若手が中心、はい、でね、まあそんなに実績じゃないんだけど次の世代を担う若手の投手陣が多い、はい、うんうん、でひとたび乗ればバンバン来るけども、ひとたび精神的に崩れればガタガタっとなるという、なるほど、そういう両面を持ってる投手陣だと思うんだよね、うん、で誰かがすごいなんか柱となるエースがこの人だよっていうよりは、うん、こう勢いのある若手がいるっていう、うん、そうそう、だから調子に乗せないということだよね、うん、これはもうじゃあ韓国のチーム自体もそうだったように、うんうん、ピッチャー陣もそう調子に乗せるとちょっと手がつけられなくなっちゃうよっていう、まあ、うん、でも日本のバッターたちはおそらく打ってくれるとは思うけども、はい、でもまあ用心にこうしたことはないよね、うん、若手を乗せると、うん、バンバン力を発揮してくるという、うん、だからまあオリックスの宮城とかね、はい、もう素晴らしいように今年、うんうんうん、だからああいう人間がいるっていうふうにまず用心をして、うん、戦ってほしいなと思う、はい、うん、だから韓国の戦いの時にやっぱり先手必勝がまずやっぱ大切だっていうことと、はい、やっぱこう得点をこう積み重ねることによってダメだというふうなことを植え付けると逆転もない、なるほど、うん、やっぱどん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 諦めムードになってくる、まあそこまでやっぱ行ってほしいなと思う、うん、でも言っとく、これさえ守れれば絶対勝てる、うん、負ける相手ではないということ、はい、ただ用心はしてほしい、はい、意表をつかないね、ように、う試合の流れがとても重要になってきます、ね、うん、そうだね、だから若手の投手陣が中心だっていうじゃない、はい、だからおそらく立ち上がりが勝負ポイントになってくるかなと思うよね。で山本は今度は球数いくと思うんだよね、うん、最後の登板になると思うし、はい、結構引っ張るだけ引っ張ると思うのよかったら、うん、なるほど、はい、だから立ち上がりさえスッといけばおそらくピーッと抑えていくよ、うん、ただ韓国の投手陣は若手が中心なんでおそらく立ち上がりがねものすごい緊張感で入ってくると思うから、うん、やっぱ 1,2,3 回におそらくビッグチャンスが来ると思う、うん、だそこをやっぱ的確に捉えてほしいよね。だから皆さんも立ち上がりにちょっと注目しておいてほしいと思います、はい、ね、まあ、先手必勝ということで、先手必勝、はい、ね、楽しみです、頑張ってください、はい、はい。